やってみてください。はい、ゆっくり前の方についてきてください。はい、ですね、こちらは、山口県の、ザビエル記念聖堂ですね。今から、12月1日セレモニーがあるというんで、人がめっちゃ来てるわけですね。いやー、入れるんかいな、これ。今日のコンサートの演奏の、社長、お疲れ様です。はい、5時半からですね。そうそうたるメンバーが、見れたはずなんですけど、はい、入れませんでした。油断してました。どうやら外から聞く感じになりそうですね。いやこれですね、やっぱこういうのは余裕を持ってきた方がいいってことですね。ここを集まってる人らはみんな、外から聞く人らみたいです。志を受け継ごうと、12月山口市はクリスマス市になる合言葉に、昨年も絆を大合唱、毎年絆を大合唱してきました。そして10年目の今年もサビエルと大内義隆の絆、大切な家族の弟の絆、そして私たちに生きる喜びを音楽で伝えてくださった亀渕優香さんとの絆を思う、山口のクリスマスをご一緒に楽しみましょう。クリスマスシステレモニー開演です。今からご移動の方を返してください。あちらの方からご移動を返してください。出口出られました。はい、コンサート自体は終わりました。聖堂前広場へご移動お願いします。本日は本当にありがとうございました。今から、高炭祭が芝生であるそうです。こちらの方では見られませんので、まあ、それは見れるでしょう。まあ見てみましょうか。あ、すごい虹ができて、わあすごいっすね、これは。あ、そういうことね。はい、さっき入れなかった人らもこれで満足という感じ。
日本のクリスマスの発祥の地が山口市であることをご存知ですか？今からおよそ500年前の1551年、日本へ宣教に訪れたフランシスコ・サビエルは西国一の大名と言われた大内義隆と出会いました。大内義隆はサビエルの布教の願いを寛容な心で受け入れ、翌1552年12月9日ここ山口の地で降誕祭が行われました。これが日本で最初にクリスマスを祝った日とされています。この史実を町の宝にしようと、12月山口市はクリスマス市になるを合言葉に、町中で絆を大切にした歴史文化事業を開催しています。大内義隆とフランシスコ・サビエルの絆を賛美し、大切な家族や仲間との絆、サビエルを魅了した日本各地との絆を深め合う町、私たちクリスマス市民は歴史に学び、平和で寛容な心の文化が開花する町の未来を想像していきます。これからご覧いただく山口降誕祭は、室町時代にサビエル宣教師が当主大内義隆に謁見した場面から今に至るまでの歴史を5つの物語、出会い、贈り物、繁栄、絆、奇跡で再現します。出会いと絆が生む奇跡、音楽と光が紡ぎ合う大聖堂、開演です。お、始まるぜ。
ということで、無事終わりましたね。はい、12月1日毎年、こういったイベントをやってるということで、皆さんも来てみてね